ブランクを、ブランクを含め、ブランクを含め、じゃあとりあえず今日で閉店になってしまうゴリラなんですけども、明日からね、マウンテンゴリラっていうのを頑張っていただきたいと思います。それで、開店記念で2月24日に、ワンマン藤井がやるらしいんで、これからもよろしくってことで、俺はもちろん、スティングレー行かなきゃなんないんで、怖いおじさんがいるんでね、そうだったら女医さん連れてくるから、よろしく。その後は知らん。この店どうなっても知らん。スティングレーって結構やってんだ。したらね、全然誘われない。まあそんなこんなでね。さっさと僕やりましょう。新しく生まれ変わるローラングドゴリラにその産声を届けます。ネタしつこい。せめてかわいそうだからみんなのしつけてあげて。あれどこでも売ってるからさ、これペンで書けばいいだけ。一応8000円ぐらいするシャンパンだからね。あとでみんなで飲もうぜ。お前酒屋に戻すねよ。そんな曲です。誰もが正しい答えを見定められずにいる。そらそらしい笑い声が耳の隙間こぼれ落ちる。ほどかに続く道の先で一体何が見えるだろう。教えて生きる姿
と歩いて行けるだろう。ローランド、ゴリラこの野郎。